君の選び方次第で時給3000円も夢ではないと。はい、始まりましたメカニック TV。 今回のテーマは給料。メカニックってとても給料が安いと思われているんですよ、はい、私普段メカニックとして整備してるんですけど、多分実際それ今それ以外だとメカドルで活動してるんですけど、はい、それがあるからやっと生きていけるかなレベルなので、整備士だけだったら一人暮らしも守らないの給料が安いんですよ。はい、そうですね。今の月平均の平均月収っていうのは29万円って言われてますからね。29万円、はい、整備士、整備士あんな立派な仕事をしているのにかかわらず。そうなんです、なかなかやっぱり給料が上がらないんですよね。給料を上げるために私たちメカニックは何をやっていけばいいんですかね。やはりですね、私が思うのはご自身の能力スキルを磨いていただいて、うんうんうん、でそこをどんだけアピールできるかっていう部分にかかってくるかなと思っております。まあ、じゃあ今じゃあ整備士を結構やってて知識もあります、技術もありますっていう方は、はい、転職をした方が給料が高くなる。一つの会社に長年いるより一歩踏み込んで転職も視野に入れた方が給料が上がる可能性は大いにある、はい、そうですね。実際今のディーラー様でしたりとか、うん、まあ、40代50代の方または新卒の方でちょうど20代30代の中間層がいない状態なんですね、うん、でそうするとやはり工場長の方が、退職するまでは自分が上に上がれないでしたりとか、ね、なかなかそういった部分も問題になってきて給料が上がらないでしたり役職が上がらないっていうことが多いにあるのではないかなと思っております。じゃあ意外と同じディーラー、じゃあディーラーとか民間とかあると思うんですけど、じゃあディーラーを一括りにしないでディーラーにもやっぱこういろんな会社があって、はい、ここによって結構な差は出てきますね。そうですね、差は正直出ていると思っております。それはどうやって探していけばいいんですかね。そうですね、やはりまあ、ご自身で転職活動をするには、うん、まあ、仕事をっていう部分があるので、なかなか日程を調整できないとかっていう部分は出てくると思うんです。でそういった時にやはり人材紹介会社だったりとか派遣会社というものをご活用いただいて、条件をただ伝えるだけでそういった人材紹介会社や派遣会社っていうものはそのご希望に沿ったお仕事をご紹介してくれる会社さんなので。じゃあざっくり私今手取りの給料を時給換算すると多分1500円もいかないんですよね。それ以上いいないですかね、いい工場ないですかねっていうだけでも、はい、それ以上のやつが出てきたりします。そうですね、例えば弊社の例で言いますと今メーカー様からの、市場措置のお仕事というものがございまして、なんと時給としては3000円の仕事3000円というものをご用意しておりますので、まずはご相談していただいてご希望を伝えていただく。でも意外となんか時給3000円ですみたいなちょっと不安なんですけど、逆に。そうですね、やはり金額が工事費になればなるほど、うん、本当にそういった仕事大丈夫なのかなって思われるすごい大変な作業をさせられちゃうんじゃないかと思うんですけど、ただそこはですね、やはり国家資格の整備士資格を持っているからだからこそその給料を支給させていただくことができるんです。じゃあメカニックたるもの時給3000もらっても変じゃない。さようです。そういう仕事も探せばいっぱいあるということですね。はい、じゃあ今忙しくてなかなか転職とかできないって悩んでるぐらい、給料が安いって悩んでるぐらいなら思い切ってネットで、はい、ネットで探せば出てきます。もういくらでも出てきます。整備士、はい、給料高いとかで出てきます。出てきます。もしくはそこにメソリューション言葉を入れていただくとより多くの求人が出てまいります。はい、じゃあ今回はじゃあこの給料が安いということで悩んでる方がたくさんいるんですけど、はい、君の選び方次第で時給3000円も夢ではないということですね。さようです。はい、じゃあ今回は星野さんにお話を伺いました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、今回メカニック TV いかがだったでしょうか。皆さんの相談や愚痴、不満、疑問など全てお答えしていこうと思うので、コメントなどで疑問や不安、相談書いていただければ次回の放送でその話題になるかもしれません。なのでコメントよろしくお願いします。あとチャンネル登録も
一緒によろしくお願いします。